Please welcome Developer Advocate from Google, Eiji Kitamura. みなさんこんにちは、Google の Developer Advocate 北村英二です。今日は Chrome Extension と Web Apps のご紹介とアップデートということでお話しさせていただきたいと思います。まずアジェンダということで、今日はどういうお話しするかということを、ご紹介します。まず最初に Google Chrome、皆さん結構使われている方多いんじゃないかなと思います。Google のディベロッパーイベントですので、まず Google の Chrome がどういったものなのかっていうのを簡単に振り返ります。そして次に Chrome Extension、 こちらもまあ皆さん、もう知ってるよという情報もあるかもしれませんけれども、ちょっと振り返らせてください。簡単なデモを交えてご紹介します。そしてその中で、Chrome バージョン6、最近登場した Chrome バージョン6で、新しく追加された API などについてもご紹介させていただきたいと思います。そして最後に Chrome Web Apps ということで、この Chrome ブラウザー上で利用することができる、Web アプリケーションの機能、本日は基調講演の方でもご紹介させていただいたんですけれども、その Web Apps の機能について簡単にご紹介させていただいて、その後、Chrome Web Store ですね、これからの Web のウェブアプリケーションのあり方を変えるかもしれない、僕的にはもう革命だと思ってるんですけども、ぜひそのお話を聞いていただけたらと思います。それではまず Chrome のご紹介から。Google Chrome なんですが、2年前2008年の9月2日に登場しました。 Chrome、ブラウザは、オープンソースウェブキットをコアエンジンとするオープンソースで、シンプルかつ高速、そしてオープンであることを特徴にしています。この2年間でユーザー数は急激に伸びておりまして、今年5月に開催された Google I.O. という、アメリカの方ですね、で開催された Google I.O. では、Google の開催するイベントでは最大のものなんですけども、そちらで、の段階で7000万人のユーザーさんを、アクティブユーザーですね、全世界で7000万のアクティブユーザーを獲得していると。そしてまたその後、順調に伸びているというふうに聞いております。それから、右下に、この図の右下に書いてありますグラフに関しましては、V8 という Chrome の持っている JavaScript のレンダリングエンジンですね、JavaScript のエンジンというのが、これまたリリース当初よりかなりスピードアップをしていますというところをご紹介しています。はい、早速 Chrome Extension の方のご紹介に移らせていただきたいと思います。エクステンションというと、Firefox のアドオンとか利用されている方は結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、それに近いものです。Chrome Extension というのは、ブラウザー、つまり Chrome のですね、ブラウザーが持っている、挙動ですとか、挙動を変更したり、あとウェブページの、見た目を変更したりですとか、いったようなことができる小さいアプリケーションです。で、これをユーザー様が自由に探してきてインストール、ブラウザにインストールすることによって、そのページの挙動を変えたりといったことが可能になるのがこのエクステンションです。特徴としましては HTML、CSS、JavaScript という普段ウェブアプリケーションを開発されている皆さんであれば、馴染みの深い馴染みの深いテクノロジーをそのまま流用して開発することができるということで、非常に手を出しやすい API などがプロダクトになっていると思います。またシンプルな API ということで、 Chrome が持っている API に関しては非常に使いやすいものになっておりますので、これは後でまたご紹介させていただきます。そして簡単にインストールアップデートが可能ということで、 Chrome のエクステンション、 Chrome のエクステンションギャラリーっていうのがあるんですけれども、そちらで好きなエクステンションを探してきてインストールしますと、Firefox などだと、1回再起動してくださいというふうに言われるんですけども、 Chrome の場合はインストールした直後からすぐに使い続けることができると、使い始めることができるということが1点。それからアップデートが可能っていうのは、ディベロッパーさんが、このエクステンションを開発しますと、当然バグとか追加で新しい機能を入れたりとかいったようなことが発生すると思うんですけども、そういった場合に、Google のギャラリーの方にアップロードしていただきますと、それが自動的に Chrome ユーザーの皆さんのところに配信される、つまり自動的にアップデートされると
というところも特徴といいます。また、Chrome タブごとにプロセスが異なっていますの、異なっているので非常に、軽快に動作するプラス、一つタブがクラッシュしても他は大丈夫ですといったような特徴があるんですけども、これはエクステンションについても同様のことが言えます。エクステンションも一つ一つが独立していますので何かトラブルがあっても他は生き残っていられると。またサンドボックスによるセキュリティ向上ということで、この Chrome のエクステンションのスクリプトがサンドボックスと呼ばれるセキュリティ上に他に影響を与えることのできないスペース上で動きますので、セキュリティ上も非常に安全であるということができます。言葉で説明しても、なかなか分かりづらい部分もあるかと思いますので、デモをご覧いただきたいと思います。まずご覧いただきたいのはこちら僕のブログなんですけども、ちょっと気づいていただきたいのはこの URL の部分ですね。こちらオムニバーっていうんですけれども、この右上のオムニバーの右端のところ、ここに RSS のフィードマークが出ています。これは RSS サブスクリプションエクステンションと呼ばれるものが入っていて、これは何をするかといいますと、ウェブページにRSS がありますよということをメタタグに記述することができるんですけれども、そちらを検知してこれが表示されます。ですので RSS が RSS ですとか Atom といったフィードが存在しないページの場合は当然表示されません。そしてこのボタンをクリックしますと、クリックして登録しますということで、クリックしてみます。ここには複数のフィードを記載することができるんですけども、それが全部表示されます。でクリックしますと、フィードの登録に使用するリーダーということで、Google リーダーですとか iGoogle ブログラインですとかいったような、おなじみの RSS リーダーに対してこの場からすぐに登録することができる。 RSS リーダーに、自分のお好みの RSS リーダーに登録することができるというのがこのエクステンションの機能になっております。こちらが、RSS サブスクリプションエクステンションです。続きまして、すみません、このブラウザーの右端ですね、この小さい鳥のマークが出ています。これ結構使っている方は多いんじゃないかなと思いますけれども、人気サービスの Twitter ですね。 Twitter をこの Chrome ブラウザー上で利用できることに、できるようにした Chrome ドバードというエクステンションになっています。このようにタブで表示されていますので、自分の例えばホームですとか、アット、DM、フェイバリット、それから検索、もちろんリストも表示することができると。そしてコンポーズツイートということで、定番なんですけども、壇上ナウとちゃんとハッシュタグをつけてツイートします。そうするとちゃんと自分のところに出ていると、こんな感じでやっぱりブラウザーを使いながらツイートしたいっていうニーズは結構あると思うんですよね。このページ面白いからすぐ今すぐちょっとツイッターに流したいみたいなケースがあると思うんですけども、そういった時にこのツイート、Chrome のバードを使うと、便利にすることができますと。またこれ開いている時以外は見えませんよね。なんですがこの Chrome のバード実はバックグラウンドで動いています。定期的に Twitter の API をチェックしに行きますので、例えばダイレクトメッセージですとかアットのついたメンションですねがあった場合には通知して教えてくれます。ちょっと今すぐお見せできないんですけれども、ノーティフィケーションっていう HTML5 のデスクトップノーティフィケーションという API があるんですけども、そちらを使ってその通知を出すことができます。これが Chrome のバードです。続きまして、ちょっとネタで僕の作ったネタのエクステンションなんですけれども、お魚イザーっていうのをご紹介したいと思います。今ご覧いただいているのは、Google DevJP のツイートなんですけれども、Google Developer Day の参加賞についてはメールで順次お送りします。どうぞよろしくお願いしますというふうに書いてあるんですけれども、このお魚イザーというエクステンションを使いますとですね、
実はもう裏でセットアップしてるんですけども、リロードすると、あ、ごめんなさい、あ、こんななっちゃった、ちょっと待ってくださいね。ちょっとネタバレしちゃった。ちょっとあんま見ないでください。はい、Google ディベロッパーデーの参加者についてはメールで順次お送りしておるんや、どうぞよろしくお願いしますと、ちょっと大阪弁チックに言ってですね、今ちょっと右弁出たのは、さっき言ったノーティフィケーションです。はい、そんな感じでこう大阪弁に書いてくれる、ネット上でおさかナイザーっていうライブラリがあってですね、それをちょっと借りて作ってみたんですけども、で、まあ、大阪弁だけだと面白くないよねということで、赤ちゃん語っていうのも用意してます。そうすると参加者についてはメールで順次お送りしておりまちゅ、どうぞよろしくお願いしますと、ちょっと赤ちゃんっぽくなるんですね。でもうちょっとネタバレしているんですけど、一応やっておきますと、ギャル語っていうのがありまして、もはや何て書いてあるか分かりませんと、ちょっとネタバレしちゃったのが惜しかったですね。はい、じゃあちょっと戻りたいと思います。はい、このように、まあ、様々なこのエクステンションを使うだけで、さっきのようにさまざまな、機能を追加、Chrome ブラウザーに追加することができます。ではこのエクステンションどういった構造になっているのかっていうのを簡単にご紹介したいと思います。まずスクリプトバックエンドということで、このエクステンション、先ほど申し上げましたように JavaScript と CSS、HTML などで作ることができますので、どこかしらでスクリプトが動いています。まずブラウザーを起動してエクステンションが立ち上がると、必ず一つだけそのエクステンションの中心となる場所ができます。それがバックグラウンドページと呼ばれるものです。つまりここに図で書いてありますように、前にウィンドウが2つあるんですけれども、後ろにあるバックグラウンドページというのは1つですと。ウィンドウやタブがいくつあるかにもかかわらず、バックグラウンドページというのは常に1つ存在していて、ここでいろんなことができますと。でこのバックグラウンドページなんですけれども、非常に自由度が高くてですね、あらかじめパーミッションを設定しておけば、通常だと同じドメインにしか、XHR、つまり AJAX リクエストですね、Same Origin Policy っていうんですけれども、同じドメインにしか AJAX のリクエストっていうのは通常送れないんですけれども、このバックグラウンドページに限っては、あらかじめ設定してあるドメインであれば、どこにでも、リクエストを出すことができると。ですので、先ほどご覧いただいた Chrome の Bard では、別に Twitter の画面を見てるわけではないんですけれども、Twitter の API を叩くことが AJAX でできたということですね。で先ほど申し上げたサンドボックスっていうのは、このバックグラウンドページがまさにその場所になります。このバックグラウンドページから直接前にあるこのタブですとかウィンドウのページに対してDOM操作、つまりビジュアル的な見た目の変化っていうのを直接与えることはできません。そこで用意されているのがコンテントスクリプトと呼ばれるものです。コンテントスクリプトはこの実際に表示されているウェブサイトを直接操作したい、例えば先ほどご覧いただいたおさかナイザーのように、表示されている内容を閲覧して、チェックして、その中で必要な部分だけちょっと変えますとかいった場合に、このコンテントスクリプトで、処理を行うことができますと。ただ先ほどこの世界、バックグラウンドから表側のウェブサイトをいじることができませんと申し上げたんですけども、そうするとちょっと自由度が低すぎるので、じゃあどうしようかということで、用意されているのがこのバックグラウンドページとコンテンツスクリプトの間を通信する方法ですね。こちら、ポストメッセージという、ごめんなさい、センドリクエストか、で、お互いに通信することができるようになっています。はい、そして、UI エレメントということで、このスライドの右側に書いてあるんですけれども、上がページアクション、そして下がブラウザアクションということで、先ほどご紹介したみたいにですね、ページアクションというのは、RSS サブスクリプションエクステンションでご覧いただいたように、ページごとに必要に応じてこのボタンを表示することができるというものになります。それに対してブラウザアクションは、この URL のオムニボックスの外側ですね、この右側の部分に
表示されているということで、どのページを今見ているかにかかわらずこのボタンを表示することができます。そしてこのボタンをクリックすることで機能をトリガーさせることができると。でこちらご覧いただきますと、先ほどの Chrome のバードのようにポップアップ画面を表示していますよね。ここなんかはまさに HTML、JavaScript、CSS で書かれている部分になります。実際のエクステンションをじゃあどうやって作るのかというお話なんですけれども、実際のエクステンション、フォルダまたはディレクトリを1個作っていただきます。そしてあとはもう申し上げたように HTML、JavaScript、CSS、あとはもう必要な例えば画像ですとかといったようなリソースがあればよいと。ただ1個だけ、manifest.json という、まあ、JSON 形式であるという点では、まあ、標準技術を使ってはいるんですけれども、ちょっと形式の決まっているメタ情報を属性を決めてあげる必要がある。それを示すためのファイルがこの manifest.json になります。エクステンションのフォルダーの中には必ず一つこの manifest.json が必要になります。この manifest.json 上で、例えば先ほどご覧いただいたページアクションですとかブラウザアクションのボタンがどういう画像なのかっていうのをあらかじめ定義することができると。またどのページをバックグラウンドページにするのか、コンテンツスクリプトにするのかといったような定義もここで書くことができます。そしてこの出来上がったフォルダーを ZIP で圧縮する。そして .crx、 属性、ごめんなさい、拡張子の部分を crx に変更することで一丁上がりと。これを Chrome エクステンションにドラッグドロップすると実際に試すことができます。そして今現在最新の公式の最新バージョン、 Chrome の最新バージョンは6になるんですけれども、利用可能な API ということでいくつかを紹介させていただいています。まず最初がクロスオリジン XHR。 先ほどご紹介したように今どのページを見ているかにかかわらずどこに対してどのドメインに対してでも AJAX のリクエストが送れるっていうのがこのクロスオリジン XHR になります。その他にもブックマークス、イベント、ヒストリー、タブス、ウィンドウズといったようにブラウザが持っているさまざまな情報を操作するための API も用意されています。そして Chrome 6から登場した新しい API としては、コンテキストメニュー、クッキー、アイドルというものが挙げられます。特にコンテキストメニューっていうのは非常に面白いものでして、この右側の画像をご覧いただきますと、猫ちゃんの絵が描いてあるんですけども、コンテキストメニューというのは右クリックしたときに表示する、まあ、コンテキストという名前からご想像していただけると思うんですけども、その場面に応じたメニューという意味ですね。その画像が今表示されているそこに対して右クリックすると Send to Google というメニューが出ていて、その中から Google バス、ブロガー、Google メール、ピカサといったような選択肢を表示すると。なのでこの画像に対してこのアクションを取ってくださいという命令を簡単に出すことができるのがこのコンテキストメニューです。こちらもすでに利用可能になっています。またエクスペリメンタル API ということで、Google Chrome のディベロッパー版であります、を使っていらっしゃればこの、エクスペリメンタル API をご利用いただくことができます。解説はちょっと割愛させていただきたいんですけども、こちらのエクスペリメンタル API 非常に魅力的なものも揃っておりますので、ぜひドキュメントをご覧ください。ちょっとリンクが深いところにあってたどりづらいんですけれども、こちらに URL を書いておいたので、ちょっと、まあ、探してください。トップページからですね、実はドキュメントはいくつかのバージョンが分かれていて、トランクと、ステーブルとデブとなんとかとこう分かれているんですけど、そのデブの部分のバージョンのドキュメントをご覧いただければ見ることができます。それから HTML5 の API も当然使えますと。Chrome の売りは HTML5 に対してすごく積極的に対応しているというところが挙げられます。で先ほどご覧いただけなかった Chrome のバードのアラート、デスクトップノーティフィケーションですね、が表示されているのがこの画像になります。こんな感じでデスクトップの隅っこにあなたに対してツイートがありましたよということが Chrome のバードを使うと表示 されます。こちらはデスクトップノーティフィケーションの機能を使ったものですね。他にもドラッグ&ドロップ、本日の基調講演で
ちょっとご覧いただいたフィアビーというウェブアプリケーションでも使用されていました。それからファイル API、キャンバスですとか、まあ、ローカルストレージ、こちらこの辺はもう HTML5 好きの方にはおなじみかと思います。ウェブ SQL データベース、アプリケーションキャッシュ、オーディオジオロケーションなどなど利用することができます。ウェブ SQL データベースを利用されているもので非常にいいなと思っているのがハテナブックマークのエクステンションですね。ハテナブックマークのエクステンションは一回自分のブックマークを全部ローカルにダウンロードしてきちゃって、それをウェブ SQL にデータベース、ウェブ SQL データベースに保存することで非常に高速な検索ができるようになっているんですね。そういった用途でも非常に有効じゃないかなと思います。はい、じゃあ続きまして Chrome Web Apps のお話をしたいと思います。まず、Chrome Web Apps とは何ですか。 Chrome にインストール可能な Web アプリケーションと。ですね、今朝ご覧いただいたデモだと、この新しいタブにですね、従来ですとこれまでに訪れたウェブサイトのサムネイルが表示されていたんですけれども、今後はウェブアプリケーションのアイコンを表示することで、そこから起動することができると。ただそれだと単純にこれブックマークしても同じじゃねえのって思った人も中にはいるんじゃないかなと思いますが、実は若干そうでもないところがあります。まず一つがパーミッションが一括で指定可能。どういうことかと言いますと、例えばジオロケーション API を利用する際アラートが出ます。これはまあアビューズというか、ウェブアプリケーション側が位置情報を好き勝手持っていかれてしまっては困りますので、何かこのジオロケーション API を使いたいと JavaScript でアクセスしようとすると、ブラウザーがその前にちゃんとユーザーに確認を取れということでアラートが出ます。位置情報を送信してもよろしいですかというアラートが出ます。実はそういうケースが他にもいくつかありまして、でもその度にそのアラートに対して答えていたら、なかなかユーザビリティは向上しませんということで、この Chrome Web Apps を利用しますとアプリケーションのインストールする際に一括でそれを承認することができるということで、快適に Web アプリケーションが利用することができるというのが一つ特徴になります。そして2種類のウェブアプリ、ここで言っているウェブアップスに関しては2種類実はあります。まず1つ目ホステッドアップ、名前からご想像いただけるかもしれませんが、これは既存のウェブアプリケーションをそのまま利用することができるというものです。つまり本当にこのアイコン、ただのブックマークになる。このアイコンをクリックして開くのは通常のウェブページ。ただ体験が従来だったらウェブページを検索して閲覧するというスタイルだったものがインストールして起動するというものに変わりますというところが違いですね。エクスペリエンスが全然違いますと。ただまあやっていることは今までと何ら変わりはありませんので、すでに面白いウェブアプリケーションを開発されている方であればすぐにこれは対応することができますと。そしてもう一つ目がパッケージドアップ。実はこれ今朝ご覧いただいたフィアビーがこれに当たるんですけれども、すべてのリソースを CRX にパッケージングしローカルで動作。 CRX、 先ほど申し上げたエクステンションの時に使った言葉です。 CRXこれ実は Chrome エクステンションの延長でもあるんですね。つまりつまり、ウェブアプリケーションをサーバー側に持つのではなくて、この CRX にまとめてもう全部ファイルをダウンロードしてきてローカル側で動作させてしまいましょうというのがこのパッケージドアップになります。ただもちろん必要に応じて外部のウェブサイトに対して API アクセスを行うこともできますので、例えば先ほどご覧いただいた Chrome ド Bard のような Twitter の API を叩くといったようなことも実現することができます。こちらがパッケージドアップです。でデモということで、
このプランター VS ゾンビーズというのを立ち上げてみます。今ご覧いただけると思うんですけども、クリックしたアイコンで開いたここですね、オムニボックスの URL が入っていると思います。こちら、先ほどご紹介したホステッドアップですね、もう単純に、ウェブサーバー上で動いているアプリケーションを今起動しただけということになります。ちょっとなんか動いてないですね。ちょっとネットワークの調子がいまいちみたいです。すみません。まあ、こんな感じで、ウェブアプリケーションをこのアイコンをクリックすることで起動すると、従来のようにページが閲覧するのではなくてウェブアプリケーションを起動するというユーザーエクスペリエンスをユーザーの皆様に提供することができるようになったというものになります。すいません、はい、そして、いよいよ、まあ、皆さん楽しみにしていた話題じゃないかなと思いますけれども、 Chrome Web Store ということでご紹介したいと思います。 Chrome Web Store っていうのは今までご紹介してきましたこの Web Apps をオンライン上で販売することができるマーケットプレイスになります。オープンなマーケットプレイスです。 Web Apps 先ほどまあ CRX でいうような話をしたんですけども、じゃあどこからインストールするのっていうお話がしてなかったと思います。これは、ウェブストアからインストールしていただきます。ウェブストア上で、レビューなど書いてありますので、それを ご覧いただいて、気に入ったウェブアプリケーションをインストールすると、そうすると先ほどご覧いただいたように新しいタブ上にアプリケーションのアイコンが乗っかってきますので、それをクリックすることで、ウェブアプリケーションを起動することができると。そして、やっぱり世界7000万以上の Chrome ユーザーがいるということで、ディベロッパーの皆様には非常に魅力的なんじゃないかなということができると思います。そして新しいタブから簡単にアプリおよびストアにアクセスが可能。先ほどアプリケーションの起動に関してはご覧いただいたんですけれども、実は、ストアに対してもスターへのアクセスも新しいタブから簡単に行うことができると。ですので Chrome ユーザーの方であれば簡単に Web ストアにアクセスしてすぐに面白い Web アプリケーションを見つけることができると。そしてオープンエクシステムということで、ですね、この Web アプリケーション、 Web アプリケーションというからには Web を使っているものですので、これはこの Web アプリケーションは Chrome に限定されません。先ほどからご説明させていただいているウェブアプリケーションに関してはウェブをプラットフォームにしていますので、これを Chrome に提供したからといって他のブラウザーで使えないという意味ではありません。そのまま他のブラウザーでもそのウェブアプリケーションはもちろん利用していただくことができます。そして、マネタイゼーションということで、今朝及川の方からもいくつかご紹介があったと思いますけれども、このウェブストア、ウェブアプリケーションを売ることができますので、当然お金を払って購入することもできますし、ディベロッパーさんはウェブアプリケーションを売ることもできるということになります。どういった支払い方法があるかといいますと、まずワンタイムということで、ウェブアプリケーションをじゃあ1回で購入して、まあ、以後ずっと使えますというワンタイムペイメント。それからサブスクリプション、つまり、定期購読みたいな形で月1回いくら払って使ってくださいという形のこともできますし、年1回いくら払ってくださいということもできます。また当然フリーということで無料でご利用いただくこともできます。そしてプロセッシングフィーということで、この Chrome Web Store ですので、支払い方法には Google チェックアウトをご利用いただけます。ユーザーの方には Google チェックアウトをご利用いただいて、お金を支払っていただくという形になるんですけれども、その際ディベロッパーさんに対しては、この実際のウェブアプリケーションの値段の 5% プラス 0.3 ドルを差し引いた額をお支払いします。
通常ですと、まあ、例えば 30% レベニューシェアみたいなものを Google 側が取りますというような話があるかと思うんですが、それはありません。プロセッシングフィーということで、この Google チェックアウトを通す手数料のみいただくことになっています。そしてインアップペイメントということで、アプリケーション、まあ、ウェブアプリケーションといってこれからやるんだとすると、やっぱりソーシャルアプリケーションをポートしたいという方なんか多いんじゃないかなと思うんですけども、ソーシャルアプリケーションといえばやっぱりアイテム課金と、の無料でずっと遊べるんだけども、お金を払って新しい何かこうグッズ、アイテムなんか買いますと、よりさらに楽しむことができるというようなケースが多いかと思います。まあ、それが結構大きいマネタイゼーションの入り口だったりするかと思うんですけれども、そのアイテム課金に関しましては、ご自由にお好きなペイメント方法を選んでいただいて構いません。Google チェックアウトに縛られません。ですので、例えばこれ無料で提供しますと、Chrome Web Store 上では無料で提供しますと、だけどもアイテム課金はしたいというと、Chrome の、チェックアウトのアカウントなしでも利用することができるということになりますね。はい、でローンチ日なんですけれども、アメリカ本国で今年の後半ローンチということになっています。そして日本に関しましては、来年の前半ということが予定されています。はい、で先ほどちょっと購入するというお話をしたんですけれども、じゃあでもウェブアプリケーションだ、ホステッドアプリケーションを買ったとして、それをじゃあどうやってそのウェブアプリケーションが実際買ったことが分かるのかということにご興味持たれる方もいらっしゃるかと思いますので、そちらを簡単にご説明させていただきたいと思います。まず1番ということで、右下に Chrome ブラウザーがありますね。 Chrome ブラウザーがユーザーさんが Chrome ウェブストアにアクセスして、まずウェブアプリケーションを購入します。でウェブアプリケーションはウェブサーバー上にありますので、このウェブサーバーに対してアクセスしますと、右上のウェブアップサービスのところですね、アクセスしますと。でここで何もしなければただのウェブアプリケーションですので、例えばゲームであればそのままゲームを表示したりということになるかと思うんですけども、ここで実は標準技術である OpenID OAuth というのが登場します。ウェブサービス側ではユーザー様に対して Google に OpenID でログインしてくださいという案内を出します。ユーザーさんが Google の OpenID を使ってログインしますと、その情報を持って OAuth 認証認可のプロトコルなんですが、認可のプロトコルなんですけども、 OAuth というプロトコルを使って Chrome Web Store の持っているライセンス API、この人本当に買いましたかっていうのを OpenID で取得した ID 情報を持って問い合わせをします。そうすると Chrome Web Store がこの人はもうこのアプリケーション買っていますよと、ですとかこの人は今月分の支払いはもう完了していますよといったような情報を返してくれます。それをトリガーにして Web アプリケーション側がサービスを提供すると、こういった仕組みになっています。はい、最後になります、Chrome、リソーセズということで、今日かなり駆け足でご説明させていただいたと思うんですけれども、本日お話した内容っていうのは、まだ英語なのでちょっと申し訳ないんですけれども、英語でドキュメンテーションが一通り揃っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 Chrome エクステンション、 Chrome ウェブストア、Chrome ウェブアップスとあたりの情報が掲載されています。というわけでありがとうございました。